トレースプレス。ウィングロジックの相手が違う。働きくん、今だよ。ああ、あの年場女を狙えばいいんだよな。スケットとか言っても大したことないね、おばさん。昭和で投資をぶつけ立ててけ、喧嘩させるという面白い。やってくれるじゃんか。あんまり力むとシワが増えるぜ。それで威嚇したつもりかよ。返り討ちにしてやるぜ。そろそろかな。よし、作戦成功だ。あ、作戦？サザナラジンは人の心が見える。見えすぎるくらいにね。それを利用したのさ。あ、つまり、敵が苦しんでるのも、またなぎたちのアツルがはっきり見えてるからっていうこと？そういうこと。どうやらアツルは考えが荒れるほど見にくくなっていくみたいだからね。またなぎくんとあのヒラリってつけとを罵り合わせたってわけさ。サザナアラジンが苦しんでるのを見て、見る限り彼女も瞬き君に負けず劣らず醜いアズルの持ち主みたいだから。そうか、そんな二人がぶつかり合えば、そう、より邪悪なアズルになると推理したのさ。どうやらアズルは干渉し合うみたいだからね。そしてそんな心を読んだらどうなるか、結果は見ての通りだよ。これぞ心を読むということで、逆手に取った。名付けて、のほう猛烈大作戦。すごいよ、みなほ、目線じゃ。しかし、どんなアズロをしてるんですか、あの二人は。さあ、みな、これで敵の能力は捨てた。これから純粋にサッカーだけの勝負だよ。
200、大丈夫か？ああ、よかった。僕に任せて。僕は今楽しくて仕方がないんだ。僕の推理力が宇宙人にも通用するって分かって、そして僕の推理通りならこの勝負僕たちの勝ちだ。へえ、やるじゃん。なんだかみなほくんとっても楽しそうですね。今の僕は誰にも抜けないよ。勝てた。っていうか、完全に最初のシュートを守り切っただけだけどな。じゃあ、どうも、試合終了。グランドセレスでギャラクシー2回戦を制したのは、アースイレブンだ。勝ったね、マタラキ君。俺の活躍のおかげだな。勝った、勝ったんだ。負けた。これでサザナーラ終わりだ。
この星の人や、みんなを救う方法、知ってるなら教えてくれ、カトラ！勝ったか。この星の王に、ラライアはなぜ俺に王になってほしいんだ。この星はもう十分にいい星ではないのか。ラライア、王になるかどうかを決める前にもっとこの星のことを知りたい。俺を一日この星で自由にしてくれないか。俺はちゃんと戻ってくる。約束は守る。やつがさ、マヌケだから宇宙常人バルーナのプレも取ってやったんだ。あいつ気づいてないんだぜ。割れるだろ兄ちゃん。そりゃ割れるな。だけどなしゅ、兄ちゃんが言ったことを覚えてるな。兄ちゃんが言った通り、誰にも一瞬見られてないしバレてないよ。おお、そうか。そりゃよかった。うん。しかしバロンダはショックだろうな。だってそうじゃないか。悪を打つ正義のヒーローが泥棒のものになっちまったんだからな。そんな、おら裏表がない分、本当に、ごまかす方のことをやんなくなったから。真実のみをズバズバ言う、すんげえやつになった。よかったな、シュン。欲しがってたバロンダが手に入った。俺、バロンダいらない。あ、じゃ、返してくるんだな。マヌケの次郎に。さあ、さならこれからどうなるんだろう。ピクシーもお腹空いてるのか？夢じゃないんですか。だけどサンドリアスに続き今回もとなるとね、偶然にしてはできすぎだよ。おばちゃん、出発まであと時間は？だったら急がないと。それまでに青石を手に入れなくちゃ。ありがとう。夢で見たあの場所行ってみよう。問題を考えました。まずは数学からです。
後でプリントを配ります。できたら教えてください。おう、わかったぜ。じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。はい、では、失礼しまーす。